い、皆様こんにちは。本日はですね、カンサロンの勉強法についてお話ししようと思います。私は受験生時代ですね、カンサロン得意で論文も科目免除だったので、自分の勉強法結構参考になると思ってます。ですので今日はカンサロンの私の勉強法を説明します。カンサロンはですね、他の科目と違ってイメージがすごく大切になってきます。試験に実務職が最も織り込まれている科目になります。一方ですね、受験生は実務経験がないっていうことで、このギャップをどう埋めるかが非常に重要です。特に論文ではこのイメージできるか否かということが点数に大きく反映されます。当然採点者は監査を本職としておりますから、まあ論文の記述を見れば単なる暗記なのか、理解してイメージできているのかが余裕で判断できちゃいます。では実務経験がない受験生がどうやってカンサロンをイメージして理解して解いていくか、この点をですね、私は受験生時代に考えて対策してました。具体的には、監査経験のある教授や監査法人に勤めている先輩にイメージできない論点をですね、一つ一つ質問して教えてもらっていました。私は予備校に通っていなかったので、チューターのような方に質問できる環境ではなかったのですが、先輩だったり、まあ、大学の先輩だったり教授だったりにむちゃくちゃ質問してました。公認会計試験の全試験科目の中で最も質問した科目がカンサロンです。これは間違いないです。だいぶ違いますね、他の科目と質問量が。はい、皆様予備校に監査経験のある先生きっといますよね。まあ、カンサロンの先生でもいいと思います。そういった方にですね、ガンガン質問することをお勧めします。担当は理解していなくても暗記だけで対応できちゃったりしますけども、論文になるとそうはいきません。自分で記述するとなると理解していないことがモノに出ます。単純暗記、丸暗記でそのままにするのではなく、妥協せず理解のために監査経験のある方に質問しまくることを強くお勧めします。私自身も監査経験ございますし、今も実際に監査はしていないですけども、監査の知識を使って仕事をしております。身近に監査っていうあの論点はあります、私自身です。のでぜひコメント欄だったりで質問していただければと思っております。以上となります。監査論、まあとっつきづらく苦戦しがちの科目ですけども、少しでもですね、私自身の経験だったり知識が皆様のお役に立てればと考えております。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。